どうも皆さんこんにちは、サッカー少年&マッチボックスです。ということで今日はですね、10月シリーズ日本代表発表されたんで、そちらをカードでね紹介していきたいというふうに思います。10月のねメンバーを紹介します。はい、まず監督ね、森保監督、あえてですね、サンフレッチ時代のこの森保監督のカードね持ってまいりました。そしてゴールキーパー3人、大迫選手、谷選手、ザイオン選手ですね。はい、J リーグ時代のザイオン選手ね、12番だったんですね。サポーター番号ってあんまり、ね、つけないんですけどね。この大迫選手もですね、38番の頃の大迫選手ですね。今1番ですよね、確かね。そして今回、チマ選手選ばれましたね。ジョエル・チマ選手。ベルディのカードもあったんですけど、あえて徳島ヴォルティスを持ってきました。そして、瀬古選手ですね。中野修斗選手とかね、選ばれるかなと思ってましたけど、まさかの瀬古歩夢選手でしたね。そして旗手選手、今回メンバー入りしてほしいですよね。試合のメンバーね、前田大然選手浮いてますね。小川幸輝選手、イケメンですね。これ以外にもですね、リーディングプレイヤーカードみたいな横向きのカードもあったんですけど、こっちもねかなりおしゃれだったんですけど、今回はこっちをね採用しました。そして三笘選手ですね。こうネットでねこのカードはかなり高騰してますよね。三笘選手のルーキーカードってやつですね。はい、我が家にはレギュラーカードいっぱいあるんで、この三笘選手もいっぱいあります。鎌田大地選手、本当はねサガン鳥栖の鎌田大地選手のカード欲しいんですけどね、まだ持ってないんですよ。フライブルク時代のねカードですけど、大橋選手、今回初招集でございます。素晴らしいですね。1996年生まれ、28歳ですか。すごいですよね、28歳にして初招集。中央大学出身なんですね。素晴らしい。いや、かなりね、ワンタッチシュートとか上手な選手なんで期待しています。そして、森田選手ですね。この時代のフロンターレって本当に強かったですよね。さあ、続いて、南野選手。セレッソ大阪時代の南野選手のカードを、ね、持ってないんですよ。なので、これ、リバプールの南野選手ですね。伊東純也選手、稲妻。この時代からもう早そうですね。はい、遠藤航選手。ベルマーレ時代ですね、3番。この後レッドに移籍するんですよね。そして高井選手。高井選手ね、今日の試合で町田ゼルビアとの試合だったんですけど、そこで怪我をしちゃったっていうね、話もあるんですよね。もしかしたらメンバー交代してしまうんじゃないかと思って危惧しているところで、ちょっと超えておきましょうか。そしてヘンリー選手ね、今日も先発してましたね。背めちゃくちゃでかいんですよね。192センチありますんで、大型ですよね。期待しています。菅原幸成選手、はい、キラってますね。これキラってるのは実はこれ外側のこのケースがキラキラしてるんですね。カードがキラキラしてるわけではないんですよね。これ100円ショップで売ってますんで、もしよかったら。そして町田幸輝選手。町田選手もね、もう U15 時代から、ね、アントラーズでねすごく注目されていた選手ですよね。板倉選手のですね、 J リーグ時代のカードもですね、ちょっと見当たらないんですよね。多分持ってるはずなんですけどね、どっかには。ちょっと今現在見当たらない状態です。はい、谷口選手ですね。こうベテランですよね、だいぶね活躍してますね。そして長友選手はですね、あえてこのちょっと古めのカードを持ってまいりました。 FC 東京時代ですね。しかもこれ J リーグチップスのですねカードなんですよね。プロデビューを飾ったっていうことでですね、これ一応長友選手のルーキーカードと言えるんじゃないかなと思って一応大事に取ってあります。そして久保建英選手ですね。久保選手のこのマリノスシリーズね、なかなか珍しいですよね。はい。そして中村敬斗選手、これもね、ガンバの時のね、まだ若いですよね、かっこいい。田中碧選手、そして上田綺世選手、ストライカーカードですね。もうアントラーズでね大活躍してましたからね、将来大迫選手のようにね長く代表で活躍してほしいなというふうに期待しています。そして堂安選手のねガンバの時のカードも、なんならねこれと一緒にね買ったはずなんですけど、どっか行っちゃったんですよ。残念すぎる。家の中探せばどっかにあるんでしょうけどね。ということで日本代表の堂安選手を採用しています。ということで10月10日と10月15日でしたかねに、日本代表サウジアラビアとオーストラリアとね、ここ山場だっていうふうに言われてますんでね、期待していてますので、ぜひ皆さん一緒に応援していきましょう。サムライブルー10月シリーズ頑張れ。ということで、ここで緊急ニュース入ってきましたね。関根選手が高井選手に代わって代表に招集されたということで、関根選手フル代表初招集ですかね。
でね、ここでもまた中野修斗選手が選ばれるかなと思ってたんですけど、中野選手ではなく関根選手ということでね、まあ、関根選手もねオリンピック活躍しましたし、かなりこれから期待できる選手なんで楽しみにしています。頑張ってください。